どうもこんにちは、リュウです。今日はスキレットで作るチーズケーキやっていきたいと思います。今回使うのもニトリの15センチスキレット。やっぱりソロにはもってこいのこのサイズ。ソロの人は料理するとき一番使用頻度が高いのではないでしょうか。そしてキャンプでデザート作るのって肉を焼くのと違ってすごい面倒くさかったりしますよね。洗い物が増えたりして嫌ですよね。少しでも手間を減らしてゆっくりしたい人はやっぱり準備がしっかりしているんです。ということで今回準備をしっかりしてキャンプ場では焼くだけのチーズケーキ。はい、ということで早速やっていきたいと思います。材料はこちら。今回はめちゃくちゃ簡単な工程となっております。クッキーは砕くだけ、他は混ぜるだけ、スキレットに流して焼くだけ。まずはじめにクッキーを袋で粗く粉々に。嫌いな上司のことを考えて潰すと潰しすぎてしまうから注意してくれ。さんのロッカーの扉外れればいいのに。なんか聞こえた人は高評価ボタンを押して心を沈めてくれ。あとは塗り用バター以外を混ぜるだけ。ここまで用意すれば、あとは持ってってキャンプ場でスキレットに流すだけ。これは簡単だ。そうしたらスキレットを用意し、クッキーを敷き詰めていきます。上に生地を流して表面を慣らし、アルミホイルをかぶせて弱火で15分。表面をガスバーナーで炙ったのがこちら。見た目は美味しそうだが途中に問題が発生した。弱火で焼いていたが火が消えて、付け直したら中火になっていた。これはやったんじゃないか。見ていこう。ここまでは美味しそう。そしてこの下はアウト。マルコゲリーナが顔を出す暗黒物質の完成だ。みんなも火加減には気をつけてくれ。マッドサイエンティストにはならないように。味は美味しいチーズケーキ、食感はパンケーキに近いかもしれない。この動画が面白いと思ったら高評価、チャンネル登録お願いします。アディオス。